皆ごごきげんよう。高松菜でございますえ。お嬢様の近況報告ということで私の近況をご報告させていただきたいと思います先日ですね松竹芸能の紺野ブルマ様のライブに呼んでいただきました「角座」っていうところですねもう4年ぶりぐらいですね今日楽しいライブでしたですけどもねあの納得いかないところがありましてそのいろんな企画をやったんですけどもねあの 女芸人美人ランキングっていうのを紺野ブルマ様が実際にやっていらしてその結果がなんとですねいろんな方いらっしゃったんですよスパイクの小川さんちめちゃくちゃ美人の方から紺野ブルマ様すごいきれいさあとまあセクシーで売ってらっしゃる辻薫子様とかまあ中村涼子様とかも非常に可愛らしいしあの石出奈々子様最近ジブリの。 ものまねをしてる方とかあとユニバースの原様ブサイクキャラで売ってらっしゃる方とか、まあ、ニッチェの近藤様とかがいらしてで私もまあまあそんな別にこう何て言うんですかねまあお嬢様で育ってきたしあの教養とかもあるのでそんなにね下の方にはいかないと思ってたんですよ。 みんなどんぐりの性比べだし顔でそんなに争ってもそんな意味ないなと思っていて時間の無駄だなと思っていたらまさかのビリだったんですよこれはねかなり衝撃的でしたねえビリというふうに思いましてあのびっくりしたのがブサイクで私回もったことがないんですね <laughs> 美人でも売ったことないですけどブサイクでも売ったことがないので10位っていう結果に本当に衝撃を受けました。 これからねなんかやるネタ変えなきゃいけないかなうんなんか <laughs> ブザイクネタどんなことやればいいんですかねなんかあの今まで4年間の芸人人生をこう否定されたような <laughs> 気持ちになったんですけどそういうネタもやった方がいいのかなでもね人をねあの顔で判断するなんてねやましいことだなと思いまして非常に時間の無駄だなと思いましたが <laughs> なんかねモヤモヤいかないんですけど皆さんどうですか私リアルに何位ぐらいだと思いますあじゃあ皆さんのね集合写真をお張りここにお貼りするのでちょっとおかしいと思ったらコメントください何位ぐらいかっていうのを皆さんもリアルな感想を教えてくださいということで以上お嬢様の近況報告でした7月の 末にですね多分7月30日で決定になりそうなんですけども私の、えっと、ツイッター見ていただきたいんですけどもえ高ぶる涼子紺野ブルマ様と中村涼子様とやってるユニットのえライブが7月の末にえ下北沢でえ開催することになりそうですのでそちらも是非いらしてください。私のツイッターの方で、えっと、お名前と 人数を教えていただけましたらあの取り置きいたしますので受付でお名前言っていただいたら入れるようにいたしますので、えー、ぜひぜひあのご連絡いただけたらと思います以上、お嬢様の近況報告でしたそれではまたごきげんよう高松菜々チャンネルではフリップゲーからニュース解説まで幅広く発信しておりますぜひチャンネル登録してくださいませおパーソナルおコンピューターの方はこちらから でございます。おスマートフォンの方はこちらからでございます。それではごきげは